アンガシスクリムはアメリカ合衆国の俳優である。1926年カンザス州カンザスシティ生まれ。10代の頃にカリフォルニア州へ移住し、南カリフォルニア大学で演劇を学んだ。その後はジャーナリスト兼ライター、編集者として活動し、キャピトルレコードに9年間勤務した。その間にフランクシナトラやナットキングコール、 ディーン・マーティンといった大物歌手のライナーノーツも執筆している。それ以外ではテレビガイド誌やいくつかの映画雑誌などへも記事を執筆した。俳優としてはもともと身長が高いこともあり、出演した教育映画ではアメリカ大統領のエイブラハム・リンカーンを演じたこともある。1972年に聖獣女時計集で正式なデビューを果たして以降、テレビドラマや 映画などへ立て続けに出演して俳優キャリアを構築。1976年に出演した誰よりも素敵なジムでは映画監督兼脚本家のドンコスカレリと出会い、1979年に同監督のファンタズムへ出演。独特の風貌で不気味な雰囲気を醸し出す謎の男トールマンを演じて一躍注目された。同作品はシリーズ化され、 スクリーム自身もシリーズの顔として人気を誇っている。ありがとうございます。